里崎チャンネル。こちら。さあ月曜日ということで里崎チャンネル全試合総チェック。はい。先週で交流戦前のとりあえずまあ前期終了です。だからまあ前半の中盤終了ですね。いいところもね、あり悪いところもある。まあ明日からの交流戦どうなるかっていうところでね、まあ今回まあ広島がねちょっともう陽性者がいっぱい出て、あれはもうちょっとやばいね。クリ選手もねなって、交流戦どうなるのか、まあそこら辺ね、これがレギュラーシーズンだと中止でいいかってなるんですけどね、交流戦だと中止にしちゃうと、そもそもまあ日本生命がスポンサーついてる冠の交流戦だし、順位っていうところもどうなるんやっていうところもあるし、その交流戦の対戦してないところと予備日でどっかシーズンの終盤で対戦するのか問題っていうのも出てくるから、でも今の状況でカープが交流戦、いやきついよね。まあどうなるかだよね。もう完全にねクラスターっていうところに、ね、なってるんじゃないでしょうかというところでね、まあ先週の試合総チェック、はい、パ・リーグからソフトバンクオリックスね、22日7対2でソフトバンク、そして23日も7対2でソフトバンクということで、ソフトバンクの2連勝ね。オリックスここへ来てね、ちょっとつまずきっていうね、いい形でオリックスもね上がってきて、おっとこれ A クラスかっていうね、ところでここの連敗は痛いよね。まあ、今5位、まあ、でもね首位とまだ4ゲーム差、3位とは 1.5 ゲーム差だからね、まあまあ A クラスにねポーンとこの交流戦で、ね、トーンっていけばねすぐ上がれるっていうところで、22日ね7対2ソフトバンクマルティネス7回105球2安打9三振1失球無失点。日本ハム時代こんな良かったですかね皆さん、特に日本ハムファンの皆さん。いやまあ確かに来日した1年目は多分2桁勝っても2桁負けてんだけど、昨年あんまりパッとしなくて、えマルティネスこんなに良かった、こんなに良かったんだったら日本ハムリリースしない方が良かったんじゃないのって思いながら見ましたけどもね、制球力もよく、ストレートカーブスライダーチェンジアップ、見てて危なっかしさ全く感じないね。どんどんストライクゾーン投げ込んでいきながらの変化球多投して、まあ、ファールを出せながら打ち取っていく。えこんな良かったっけ、今もうエース格じゃない、千賀も怪我してるしソフトバンクの中だとね。でその中回初2番、あれキャッチャー2番流行ってきたかな、ヤクルトの中村もそうですけど、でも近年でキャッチャー2番佐々木です、打ってます2番ね。あの時なんで2番やっていうね声も多く見えたかも分かんないですけど、最近キャッチャー2番ちょっと普通になりつつあります。先駆者です、まあ僕が決めたんじゃないんですけどね。ということでね、初回ワンアウトからね、回がフォアボール、しかもここ盗塁、グーッ盗塁、そんな初回に回が逆にオリックスバッと、これされたらダメでしょそんな簡単に。で栗原ねライト前で、柳田インコースの難しい球ホームラン、グッズビッググ、あれホームランえぐいね、ちょっとこうツイスト気味に腰あんまり開かないようにして、あのホームランはあれ打たれたらもうバッテリー仕方ないね。で3回裏ツーアウトから栗原ツーベースで、柳田レフト前タイムリー、グッズ引っ張っといて今度は流すっていうね、お前もうバッテリー攻めてなくなるっていうね、ぐらいいいねバッティングでした。で6回裏ね3点取ってもうこれでね勝負ありっていうね試合展開になりましたけども、まあ T 岡田ね、今宮のファーストゴロ、ホームフィルダーチョイス、ちょっと判断悪いよね。前の時もあったね、あれどこロッテ戦かなんかでちょっと判断明らかにセーフだからね、ここはもう一歩引いてファーストでアウト取るっていうぐらい何でもかんでも投げたらいいっていうわけじゃないから、ちょっと判断悪いよね。で9回表杉本11号ホームラン、グッズいろいろあるけどしっかりしろ、はい、はい、5月23日7対2でソフトバンク、はい、ソフトバンク和田約1ヶ月ぶりの勝ち星、4月21日以来ということでね、まあ前回の時もねロッテ戦レアードにねやられたっていうちょっとこうね打ち込まれるっていうところが目立ってましたけども、この1ヶ月ぶりの勝利ね、勝負どころのストレートのねミスコントロールなし、まあ、前回レアードにね勝負どころで甘く入るっていうところを通過されましたけど、やっぱ勝負どころのねバシッっていうねこのクロスファイヤー的なストレートね、あとアウトコースねこのコントロールミスなかったっていうところも非常に良かったし、まあ3回表ねこの福田463ダブルプレーで、4回表の宗野もね463ダブルプレー、この2個のダブルプレー大きかったね。そこでしっかりねこれ積んでピンチになる前にしっかり詰めたことによってリズムを作って打線の援護点ができたっていうところでね、この3回4回のダブルプレー大きかったし、逆に言うとオリックスここでダブルプレー痛かったね。しかも福田宗とね若干こう良くなってきたところでのダブルプレーは大きかった。
でね、6回3分の1ね、交代。これね、グッド判断。ね、この打たれる前に交代。ね、この次の登板に向けて、いい気分でね、繋がっていける。まあ本人としてはね、もうちょっと投げたかったとか、もうちょっとね、イニング行きたかったっていう思いはあるけども、前回も含めて、いいところで交代。悪くなってから交代すると、またモヤモヤっとした感じで調整しなきゃいけないんで、このね、判断、グッド。まあその後ね、犠牲フライで点は取られたけども、まあいい形のね、交代になったんじゃないですかね。で、打線の方もね、外なくチャンス生かす。ね、初回、ワンアウト一、二塁で、柳田レフト前タイムリー。で、ワンアウト一、三塁になって、中村三振、バレンティン三振と、ここ、山崎幸也、グッド。いい踏ん張り、ね。中村にはスライダー、ストレート、ファールでストレート見逃し三振。ね、三球勝負。で、バレンティンでは、チェンジアップ空振りさせて、で、ストライトをちょっと上目投げて、チェンジアップ、チェンジアップで三振、グッド。ここがね、まだパンパンって打たれてた試合が壊れたところで、山崎幸也もね、全体的にね、良かったよ、ピッチングね。でもこのね、初回のパーンっていう1点と、あと3回裏、ワンアウト満塁から、中村のね、あのショートゴロ、6-4-3ダブルプレー崩れでしたで、これ、ダブルプレー取れないから、まあ確かに打球緩かったよ。緩かったけれども、ポンポン、ちょっとセカンドの形遅かったかな、取ってから。あれ、まあ中村も一生懸命走ったよ。だからまあバットまではないけども、あれ、ダブルプレー取れないかなって見てて思う。もし俺がキャッチャーだったら、そこダブルプレー取れないのって思う。けど別にバットまではない。けど皆さんどう思いましたか、ね、であと4回裏ね、甲斐三振で雅子三振取ってツーアウトからマッチにホームランマッチグ。あそうね、あれストレートがねちょっと中に入って、でそこをね、まあマッチがね見逃すことなく打ったっていうところでね、まあピッチング全体ね、まあ、このダブルプレー崩れとか、まあ、初回あったけども全体的には俺は良かったと思うんだよね。だからこの交流戦ね、しっかり投げて勝ち星をねつけてもらいたいなと。で7回裏のねもう4得点で勝負決まるっていうね、まあワンアウト2、3塁で牧原のね一塁線抜けるこのツーベース、あれがねもう決定打になったかなと。牧原もね今週出番少ないけど多分6打数5安打なんだよね。いいところでってね、グッド。まあ結果ね2連勝です、ソフトバンク。はい、さあ続いて、ロッテ対楽天。5月21日、6対13で楽天で、22日3対1でロッテで、23日6対5で楽天、楽天の2勝1敗で勝ち越し。21日の試合13対6ね、強風の中試合です。最大18メーターで、大体15メーター前後の風の影響で、まあこれね風の影響、まあ外野が大体左中間からホームとかセンターからホームなってくると、下はマリンの屋根に跳ね返って風が逆流してホームからセンターに吹くっていうね、上と下の風向きが違うんだけども、この風の影響で、まあ、ロッテ石川で涌井ともにストレート伸びたね。やっぱり見た感じ明らかに伸びてたね。その中で涌井はね低めのストレートが伸びてね、こうボール気味になるところがねストライク取れたっていうのは非常に大きかったし、まあ、石川もねあのストレートの伸び、あとシンカー系がね風の変化でいいね落ちしていい立ち上がりしたんだけどね。でその中で、4回表ツーアウト1塁から岡島のね右中間を抜けるタイムリーね、これいつも思ったんだけども、守備位置がレフトセンターが左で、でライトが定位置で右中間めっちゃ開くんだよね。でそこにここ最近打たれてバッターは三塁行って走者がねファーストから帰ってくるっていうところもね結構あって、あの守備位置どうなのかな、うまく機能してんのかなっていうところがちょっと疑問です。はい、で5回表ね茂木ライト前で太田ねバントね、それが声の連携なくピッチャーキャッチャーファースト動き止まるバーッと。だから声出さなきゃね、誰かピッチャーなのかファーストなのか、だからもうレアード早々諦めてて石川も諦めててパッキャッチャー指示しないみたいな、何やってんだって話なんだよね。だからあの声の連携がなってないんだよね。もっと声出して連携して誰が取るかやってたらなんてことないバントの処理だったのに、でこれをセーフにしてしまって、で今度小深田バントね、でワンアウト2、3塁になって辰巳三振で鈴木大地フォアボールで浅村ライト2点タイムリーからの島内レフトへのスリーラン。これね低い弾道だったもんね、この下はホームから外野に吹くっていうことで低いライナーだからこそ打った瞬間入ったとは思ったけど予想以上に伸びたねレフトにね。でロッテはね6回裏荻野センター前、マーティンセカンドゴロ、浅村スライディングキャッチク、あの守備うまかったね。でその後中村ライト前ね、ライト岡島バー後頭ねして、その中で中村がねセカンドに行けるっていうね。でワンアウト2、3塁になって安田ピッチャー強襲、まあ、涌井取れたね、涌井の守備力だったら取れたよね。でもそこでね1打点で、その後レアード3ランホームラン4得点。いやここでまだまだ分からないっていう、レアードがまたいいところで打つんだよ、レアードグッてナイスホームラン。で7回裏ねここブセニッツ風の影響でこちら
枠はね、いい形で風の影響できたんだけども、風の影響で変化球、コントロール、定まらず、もうフォアボール連発。で、1失点、無視満塁で交代なんだけども、その時も、もうボールボールになって、中村にもうストライク投げなきゃいけないから、ドラマの中投げて打たれて、あれ、長打にならなくて逆に良かったよね。で、ピッチャー交代、安楽、グッと。この大ピンチで、安田レフトフライ、レアードファーストフライ、角中ファーストゴロ、グッと。安楽なかったら一気に分かんなかったね。で、その後、ロッテ、8回守備。藤岡中村ダブルバットダブルバット普通の内野ゴロよ。しかも中村に至っては三塁ランナー止まってたからね。でまあこんなことがねどんどんあり、結果13対6です。終盤試合大崩れです。で22日、3対1、ロッテ美馬7回100球9 5安打6三振2四球1失点、完璧投球、グッド。コントロールも素晴らしかったし、腕の振り、変化球、ストレート、全て良かったね。特にね、対比左の外の、ね、フォーク、このシンカー気味に落ちていくフォークが高さ、コース、素晴らしかった。で、この左バッターの胸元のここら辺のスライダー、カットボール系、あれも良くて、もう見ててね、打たれる気全くなかったね。そんな、まあ、連打はないなみたいな、ミスだけ怖いなっていうところあったけど、で、対ね、楽天田中、この2013年、楽天日本一メンバーのね、両投手、ね。で、田中マー君は変化球主体で、まあ、粘り強く丁寧に投げれたかなというところもありますけども、ロッテはね、3回裏2アウト。マーティンライト前、ね、中村ね、右中間を抜けるタイムリーツーベース。この時、一塁ランナーマーティンはね、もう盗塁するぞ、盗塁するぞっていうところで、スタートしてからのランエンドヒットの形でホーム。グッド。これ、マーティンのね、積極的走塁の姿勢っていうのもね、素晴らしかったですね。で、楽天、6回表、辰巳、左中間抜けるツーベース。で、鈴木、ショートゴロ、エチバリア、サード、フィルダー抽出。判断良かったよ。判断良かったけど、送球が本塁側にそれて、タッチが遅くなってセーフ。判断グッ。技術バッ、あれちゃんと投げてたアウトだったね。さあそういったところでピンチを広げてノーアウト一三塁、浅村ライト犠牲フライ。まあでもねここね1点でね美馬もしのげたのがね大きかったね。だからこうやってミスの中が怖かったね。まあでもこれファースト投げててもひょっとしたら犠牲フライで1点は取られてたかもわかんないけども、ここをね踏ん張れたのがね美馬のね状態描写で、8回裏ピッチャー福山ね、中村に、ワンストライクからスライダーホームラン、中村君ナイスホームラン。でもここね、ワンストライクからもう甘めのスライダーってね、ちょっと勝ち急いでるよね。もうちょっと安定的に投げてもカウント的には良かったかなと思いますよね。で、レアード、初球のツーシーム、ホームラン、グッズ。福山、2試合連続負けっていうね、この前押し出しっていうのが、ね、あったけども、まあここはね、よく中村とレアードがね、最後打ったかなと。まあ、美馬ね、マー君、両投手ともね、非常にいいピッチングで、あ、これ引き分けもあるかなっていうところでね、この中村レアード、一発はね、大きかったですね。23日、5対6で楽天、ね、楽天早川、ね、早稲田対決、小島対早川の対決、早稲田の先輩、茂木の援護で小島に勝つっていう、もう早稲田ばっかりみたいなね、試合展開になりましたけども、やっぱり気になるのが、やっぱ対左の被打率ね、2割9分9厘と1位の3割4分ぐらいから落ちてきたけども、やっぱりね、インコースもうちょっと俺は使った方がいいと思うんだよね、対左のね。あのマーティンのホームランもね、このカットボールがね、ちょっと内側から入ってのホームランだから、もうちょっとこっちのストレートを練習して、対左に対してで、そこしっかり投げ切れるようになったら、もっと外も生きてくるから、あの角中の逆球だったと思うんだけども、あのセカンドゴロ、あのこの詰まらせた、ああいうのを意図的に投げれれば、もっと生きてくると思うんだよね。だからそこら辺はもうちょっと練習してほしいかなっていう感じで見てましたけども、まあ、浅村はね、あの初回、ワンアウト一三塁ね、ランエンドヒットの形になったのに、4-6-3ダブルプレー、ゴッ、守備、素晴らしい。ね、で6回目でディクソン、ワンアウト二三塁、スリーラン、ね、でピッチャー、小野。逆球、バーッと、ね、4球連続続けてストレートね、こうスライダーでもよかったんちゃうかっていうね、そこの打たれた球じゃなくて、そんな4球連続続けなきゃいけないぐらいの感じかっていうところもあったけども、それ逆球になってホームラン、バーッと。で、その後ね、あのでもディクソンね、角中のレフトオーバー、タイムリーのやつ、ちょっと後ろ、追い方がちょっと下手くそだよね。なんかバタバタしてたけども、もうちょっとちゃんと追っかけれれば、あれ取れたんちゃうかっていうところもあるし、さっき言いそびれたけども、やっぱロッテはね、初回このワンアウトしたのにね、ランエンドヒットの形で浅村がね、ビッグプレー出したけども、安田がね、ここで先制点取ってればね、試合展開大きく分からなくて、ちょっとね、試合後4番外すみたいなね、形に出てますけど、交流戦ね、どういう形になるのか。ひょっとしたらね、DH がなくなることによって、レアード3塁で山口ファーストとかね、安田の出場機会がね、減る可能性も、ひょっとしたらあるんじゃないのかなって思いましたね。で、マーディ、グッド。4打数2安打3打点、1ホーマン、ホームランね、あの屋根の上段当たって、でも一瞬やっぱあれ超えていったからね、あと、パス口もレフト当たってるからね、
あとカブレラで、ちなみに俺は見たことないんだけども、練習のバッティングでイチローさんはあの外野のちょっと上にあるあの小窓をライナー線抜けていったらしいから、それは見たことないんだけど、ちなみに俺はセンターバックスクリーンのもうちょっとでスコアボード当たるぐらいの感じの高さでフォアホームラン打ってます。プチ自慢入ってます、はい、ということで結果、2勝1敗で楽天の勝ち越しというところになりました。見てください、これもう試験勉強に書いてるからね、これ。しかも最後の試合、まあ、言うこと少ないっつっても、まあ、最後の書きすぎて最後の試合これぐらいになっちゃってさ、書けるとこなくなってもこの受験勉強生見て、これ受験勉強生かっていうぐらい書いてんだよ全試合。すごくない？俺めっちゃ試合見て頑張ってるよ皆さん。これ見て思ってくださいよ、あそこも言ってほしかったって。俺言いたいよ、それは俺だって。書けないからね、これに書かないとこの YouTube の総チェックが2時間番組になっちゃうの。それはさすがにお互いきついよね。俺もきつい、編集もきつい、見る方もきつい。いいことない、これぐらいでまとめたい。だからこれですね、これちゃんと見といてください。あとセリーグファンの皆さん、これ俺が言った時のやつ見てないと知らないで文句言う可能性あるんで、ちゃんとパリーグも見てくださいよ、はい。さあ続いて西武対日本ハム、21日、7対1で西武、22日8対1で西武、そして23日10対3で日本ハム、西武の2勝1敗で勝ち越し。西武も3位ロッテと1ゲーム差、首位と 3.5 ゲーム差、日本ハムは首位と 7.5 ゲーム差、ちょっと開いてきてるから日本ハムここ踏ん張り時だね。で21日、西武、高橋光南、ね、大きなピンチもなく、ストレート、変化球ともに安定感、グッもう髪も伸び放題、負けるまで切らないっていうね、俺はもうどこまで伸びるかみたいね、もうしまいにこう団子になってんじゃん、こうね。7回表、1位レフト前、平沼、ライト前、代打杉谷、463ダブルプレー、これがね、両チームにとって大きかったね。やっぱ日本ハムはここで一気にっていうところもあったし、で西武としてはここを乗り切ったことが非常に良かった。でその後ね、ツーアウト満塁になって磯畑三振ね、この高橋ゴッピッチ、ね、で西武山川2回裏先制ホームラン、上がりすぎたかなって正直打った瞬間思ったけども、あれが入るパワーグッズ。日本ハム5回表ツーアウトから石井インコース厳しいところライトスリーベースグッズ、平沼フォアボールで、石川初球のあれもインコース厳しいところレフトタイムリーで、その後2アウト1・3塁になって磯畑三振だ。この磯畑今日いい感じのところでね、うまくできなかったよね。でもよ、初回磯畑ライト前から盗塁でノーアウト2塁氷三振、ここ進塁打打たなきゃ、磯畑くんよかった、ね、でも氷ここで進塁打打たなきゃ。でその後西川レフトフライ、あ西川ショートフライでワンボールファーストゴロで、山川ねグップレーサイディングチっていうところで、ここも取れるとこ取れなかったのも痛かったね。で西武5回裏集中打5点、これでねもう試合決めるね、ここで一気にトントントーンってね取ったことによってもう試合決めたかなっていうね。で7対1で西武の勝ちです。22日8対1で西武ね、西武若林4打数2安打3通りグッチ持ち味出してる。で日本バーヘーゲンちょっとねクイック遅いんだよね、これはもう昨年からもずっとそうだけど、クイック遅いしフォーム大きいから、まあ、これ盗まれやすいんだよね。で日本5回表ね、ワンアウト1塁から一塁ランナー清水バッ、杉谷のライト前出過ぎたアウト、ライトアイトグッて清水バッと、あれ飛び出してもうすぐ帰ってこなきゃ本当に。でもあれライトねアイトよく狙ってたね。あと6回表のね平沼の時もダイビンググッて、アイトの守備力良かったね。で西武5回裏山川フォアボール、ウレンティンフォアボールで、スパンデンバーグ11球粘ってレフト3ラングッで、アイトセカンドフライで、若林レフト前から盗塁で、源田デッドボール、森フォアボールで、中村セカンドフライからの栗山がライトへ2点タイムリーで、森が3塁へオーバーランして、清水が2塁深追いして3塁源田がホームイングッだから、あれはね清水行くのよ、行くのはいいね。そしたらもう早々にセカンド投げなきゃで、そして三塁ランナー止まってんだから、セカンドから今度森をこう追われてくるようにして源田をまた出していけば一人は確実にアウトにできるんだよね。だからあれはねもうね清水がね三塁ランナー無視して深追いしすぎ、もう早め途中まで湧いていって行き過ぎだね。もう源田が見えるくらいの位置でもうセカンドに投げることよ。でそれでこうおびき寄せやっていくと一人は確実に取れるっていうね。ところでちょっとあれはね深追いしすぎたかなと。その代わり源田ねよくね隙を見てホームへねしっかり帰ってきたかなと。その前もねこのピューってセカンドからのね帰ってくるやつもあったし非常にいい走塁出してるんです。でピッチャー松本7回ね
ワイルドピッチで一死二三塁になって、杉谷三振、平沼三振と非常にねストレート、グッド、素晴らしいピッチングだったですね。日本はここで1本ね出ればひょっとしたら試合展開変わったかも分かんないところでね、ここをしっかり松本がね投げ切ったっていうところも大きかったし、まあリリーフのね経験してから非常に生きる、まあ先発復帰後ね、まあストレートも力強いし、これで3連勝、5月ね、5月8日のソフトバンク戦と5月15日ロッテ戦含めてこうでね3連勝と非常にいいねピッチング、まあ、先発がね充実してくれば西武もねグッと上に行きやすいというところで非常にナイスピッチング、グッドピッチでしたね。で23日10対3でね、日本ハム、日本もありね、この右打者左打者関係なくインコースにストレートで左バッターにはツーシーム、これねしっかり使ってるところがねグッド、その中であの大きいカーブ、カット、チェンジアップまんべんなく使って制球力も良くて非常にそのアーリーのね自分のピッチングのスタイルっていうのを見せれたかなと。で5回80球5安打6三振1失球無失点とね、でランナーが出たらこれね長く持ったり短く持ったり間合いを変えたり、ランナーいない時はちょっとね早めに投げたりっていうテンポ感をね変えながらピッチングっていうところも非常にね技巧派としてのこのスキルっていうのは非常に高かったんじゃないのかなと。で日本もね3回表石井がねライト前でね鶴岡バスターエンドラン、これ高めのクソクソ、あのあれすごいよね、レフトもねもうちょっとだったけど取りかけたけどね、であれでバスターエンドラン成功して2、3塁で結局ねあそこからの3得点ね。で磯畑8回表初ホームラングッズ、足だけじゃないよパワーあるよっていうね素晴らしいホームランでしたかね。でもこのねホームランに酔わないでね自分の持ち味をしっかり出して、自分の役割をね果たしてもらいたいと。でね西武源田お休みね、まあなんかちょっとねなんか違和感あるっていうところで、まあでも休ませなきゃね交流戦に向けて、俺はこういうのはねいいと思うんだよね、しかも2連勝で来てて、でその中で大躍進と山田ね、まあエンドランでねレフト前打ったりとかで3打数2安打1打点グッズ、もう山田も守備もうまいしね、でこう大躍出た、まあ試合は負けたけどもこう大躍で出た選手が活躍すると辻監督もねそういう風に積極的に休養させやすいし、いい形のねチームの流れっていう、もしくは層のね上げっていうのができるんで、まあ負けではしましたけど西武は西武として非常にこう収穫のある試合だったんじゃないのかなと。まあ結果ね2勝1敗で西武の勝ち越しっていう試合になりましたね。続いて中日対巨人、21日1対1で引き分け、22日5対4で巨人、そして23日4対1で中日、結果1勝1敗1分けで五分っていうところになりましたけども、21日の試合ね巨人広岡チーム初ヒットが5回表ホームラン、グッツナイスホームラン、大野がねビタビタの時に初球のツーシームねしっかり振り抜いて、まあ、ホームランね、まあこのね1点に、まあ、大野はね勝ち星つかずっていうところになりましたけども、まあ中日はね7回裏ワンアウトからね根尾がツーベースで大島レフトへ3ベース、レフトいいな、バット取れたね、完全に完全取れた。でしかも、まあ、気持ちわかるよね、弾いて取れなかった後にあのファールっていうアピールで原監督もねリクエストしたけど絶対フェアです、おちょぎ悪い気持ちわかります。でねワンアウト三塁になって、でピッチャー交代高梨ね、で強打三振でピッチャー交代、ここで鍵谷三振グッド、この小刻みの投手リレーね、高梨鍵谷ともグッドナイスピッチング。逆によ中日ここで点取らなきゃ、思い切って強打もスクイズでもよかったよねっていうぐらいもうちょっとタイムリー欠乏症、ね、で巨人9回デラロサ大江桜井で2アウト満塁から福田をレフトフライ、桜井グッド、まあ大江もよかったね、このデラロサがねやらかしちゃって、この応援もう本当7回から何人リリーフ出てきたんやっていうぐらいの、素晴らしい系統でしたね。で中日1本出ずね、火曜日はね1本出たのに1回4回5回9回と得点圏に進みながら1本出ずバーッとスクイズしよう、もうここは思い切って。22日5対4巨人の勝ち、巨人はねもう一発攻勢で系統もグッとね、中日ロドリゲスね悪くなかったと思うんだけども、ホームランでね沈むっていうね、まあ、2回表丸ねレフトや、あれレフト打った瞬間だったね、まあ、丸も反対方向にホームラン出てきたらちょっと状態上がってきたのかなっていう感じも見えるし、3回表ね岡本センタースリーラン、初球ねインコースがちょっと真ん中目甘くなってね、岡本はやっぱセンターから反対方向に長打出るとね本当非常に状態良くなってくるんじゃないのかなと。で中日ね6回8回追い上げるけどもね、まあ、6回もね大島がヒット打って、でまあ強打はボテボテのね内野安打、こうしぶとく粘って福田がねセカンドゴロでまあ最悪進塁で、ビシエドがねここはタイムリー打って2、3塁で高橋へアウトで木下アウト、ここでもうちょっとつなげたかったよね。で8回裏も、まあ、ビシエドがね、まあ、ビシエドの状態が上がってきたんだよね、こうタイムリーツーベース打って、で三ツ俣がね
代打でライトマイクがね、タイムリーヒット打ってツーアウトで阿部でここでね1本出るっていうね、このなんか一本項目最後の最後のね1本出ないところがね、この DeNA のね、あ DeNA じゃない中日ってね、この勝ち星がね増えていってないところになってくるかなと。で9回裏ねピッチャーデラロサネオフォアボールで、ダイソー高松盗塁グッズ素晴らしかったね。で石橋バントしてワンアウト三塁で、ピッチャーまた交代で高梨出てきて大島三振で、代打武田でピッチャーまた鍵谷センターフライ一本です。まあ大島ねヒット打ってるからね、でももうスクイズも考えよう、出ないもんスクイズ、セーフティースクイズとかね。しかもね高松いるだけにね、当てたらキャンプスタートできてたかもわかんないからね、ここはバッと当てたかったよね。で23日4対1ね、もう中日ワンチャンスものにします。もう継続的なら無理だから、もうワンチャンスものにします。2回裏ねビシエドホームランで、高橋ツーベース、阿部フォアボールで、根尾がね、センター前1打点で、桂がね553のダブルプレーだって多いと思いながら福谷グッズセンター前ヒット、このもうワンチャンスをねしっかりものにして、もうあとは投手力で頑張れよっていうところで、まあ、福谷ね6回99球3安打8三振3四球1失点でね、まあ、腕も振れて変化球の時も結構腕振ってて緩急ついて非常に素晴らしかったんじゃないのかなと。で巨人はね3回表ワンアウト2、3塁でねウーリラーセンター前1打点で、ワンアウト1、3塁になって吉川三振、岡本ライトフライ、ここがねジャイアンツのキーポイントだったかなと。ここでポンポンっていってたらまたね逆転していい形でねできたと思うんだけども、まあここをねよく福谷も踏ん張ったっていうところもあるし、まあなんとかねワンチャンスをものにしていくけども、あの交流戦ねやっぱりドラゴンズあと1本だからもうスクイズだよって俺は勝手に言っちゃいますね。ということで結果1勝1敗の1分けっていうところになりましたね。 あと言い忘れてた、巨人佐々木日刊スポーツ言ってます、声で明暗ね、先ほどロッテの時ね声出てなかったって言いましたけども、まあねこの5回裏ね2アウト1塁で京田が2塁へ内野安打打って打球処理した吉川は1塁ベースカバーの先発畑がね、これ全然ランナー気にせずねこのファーストベースカバーして何も警戒しないでヨタヨタね歩いているところでホームホームっていうね掛け声かけて、阿部がね行こうとしたけどやめて、まあホームインをね防いだっていうところはあるけども、こういうでやっぱこの吉川のねこの何気ないねこの声の出すの非常に大事、まあ打てるとか打てないとかね、あの打たれるとか抑えるとかね、そういう技術的な問題っていうのは正直ねできないからみんな練習するんだよね。でも誰でもできること、それはね準備確認そして声の指示っていうのはね誰でもできることでやって、こういうのをね日頃からやってるから出るんだよね。で先ほどのロッテのやつは日頃からやってないから勝負どころ出ないんだよね声がね。でここで吉川がねしっかりね畑が気づいてないところをねホームホームっていう形で声出してランナーいるよっていうところを知らせてね、畑がね慌てたようにびっくりしてねあの振り向いて、まあ、サード投げるんだけども、あれそのまま行ったらねひょっとしたらホーム帰ってこられてたかもわかんないの。これがね、21日の試合だからね1対1の引き分けでね終わったけども、あれねもうひょっとしたらあのまま点取られてね中日が勝ってた可能性もある中で、しっかりねその吉川のプレーっていうね声の判断非常に良かったんじゃないですかね。でまあその前のねショートでねふわーって投げて冒頭のエラーとかもねありましたけどもね、あれは何戦だったかな、阪神戦だね、阪神戦の時にありましたけど、やっぱこういうね細かい野球細かい連携細かいことをねしっかりやっていくことが絶対ねこう伸びていくことだから、この吉川のねこう失点を防ぐね的確で指示というのはねグッと非常にね良かったと思います。こういうのは調子に左右されないんでね引き続きやってもらいたいな、このプレーね言うの忘れてたんで。で続いてヤクルト対 DeNA、ね、21日3対5で DeNA で、22日1対0でヤクルト、23日10対5でヤクルト2勝1敗でヤクルトの勝ち越しになりましたけども、21日ね、ヤクルトバンデンハーク満を持して登板ね、しかしストライクボールはっきりしてねストライクちょっと甘め多いです。でいい時にねソフトバンクのいい時に比べたらちょっと変化球も切れないっていうところで、どうなんすかねこのまだこう調子が上がってきてないのかな、こう見た感じ全体的に緩かったよね、ちょっと俺の期待値よりはちょっと甘かったかなっていうところもあるんで、まあ、交流戦に向けてねここからちょっとずつ上げていく必要もあるし、やっぱりね先発投手陣の整備っていうところではこのバンデンハーク この状態の良さ活躍っていうのは、ね、ヤクルトにとっては大きいパラメーターになるんで、そういった意味ではねちょっと初登板、って感じのねピッチングになったんで、交流戦ねちょっとまた再チェックですね。で DeNA2 回表ねオースティンど真ん中、これバンデンハークど真ん中投げちゃうでね、レフトツーベースでね、雨でちょっと バウンド大事に行き過ぎたのかちょっと油断したのかね、
オースティンがこのねレフト前だったらセカンドまで行く、オースティングッソね。で外三振で宮崎もね真ん中にストレート入ったところレフト前で、牧も真ん中にストレート入ったところレフト前タイムリーっていうね、ちょっとこのね先ほど言ったバンデンハーフね制球の甘さっていうね、でここをしっかり仕留められるっていうのはちょっと全体的にキレがないのかなっていうね。で3回表ツーアウトで佐野がね3・2のカウントからライトへねツーベース、9球目ねナックルカーブど真ん中に入ったところを見逃さず、でその後オースティンもねレフトツーベースタイムリーね、ナックルカーブ高めに入ったところをね仕留められるっていうところで、4回表ね宮崎内がね狙ったところがちょっと真ん中甘めに入ってきたところレフトへホームランね、まあ、このやっぱり結果がねやっぱりそのバンデンハーグの投球に、ね、現れているかなと。ヤクルトはね4回裏青木ショートヤマトの悪送球エラーヤマトバット、ね、でサンタナレフトツーベース、でノーアウト2・3塁で、元山の3塁後の間1打点、代打松本がねレフトにツーベース打って1打点で、山崎レフト前ヒットで中村フォアボールで、ワンアウト満塁になってピッチャー交代三上ね、ここで山田ショートフライでピッチャー交代砂田村上三振ベンチの動きグッて DeNA ここよく踏ん張ったね、ここでもっとね山田村上でパンパンパンってね行きたかったところで、ここで追加点取れなかったところは、まあ、ヤクルトにとってはキーポイントだよね。逆に DeNA はこのもう4回で早めにね三上砂田とね動いたことによって、このね失点を最小限に踏ん張れたっていうのは非常に良かったんじゃないですかね。で DeNA9 回ね2アウトから代打関根センター前、小原レフト前で、大和ねセンター2点2打点タイムリーツーベースグッと、このね非常にいい形で最後ねポンポンと2点取って勝ち越しね、まあベンチワーク選手の頑張りねうまくフィットしたね試合展開だったんじゃないですかね。で22日1対0、もう言うことなーし岡グッズビッググッズ、ね、8回100球3安打5三振1失球無失点と、まあ、3回裏はね西浦が、2ボールからねストレート積極的に打ってホームラングッズ、ね、で DeNA はね9回桑原ねセンターツーベースワールドピッチノーアウト3塁、ここから関根ファーストゴロ佐野三振オースティンレフトフライ終焉、ここ取れたねーってか取っときたかったね。まあでもね小川が8回しっかり投げて最後マクガフねまあなんとか粘り勝ちね、で結果1対0です。で23日10対5でねヤクルトの勝ち。 DeNA ね今永怪我から復帰してね初登板、4回3分の1 93球7安打6三振3四球6失点、まあ、ヤクルト打線がねしっかりしたスイング、このあんまり惑わされることなくフルスイングできてたんで、ひょっとしたらまだキレがね出てないのかなと、状態上がってきてないのかなっていうような感じはしました。でヤクルトはねスワレス中15日ね、開けて、6回89球6安打2三振3四球、2失点と、まあ、持ち味ね、出せて打たせて取るピッチングね非常にできたんじゃないですかね、まあ、4回表ね外センター前で牧ねツーシームを5-4-3ダブルプレー、これもねインコースもしっかり投げてましたし、でね変化球もしっかり投げてるというところがね、6回表オースティンフォアボール宮崎レフト前ヒットで、ここでねピンチ作りながら外にね、カーブ、サードゴロで牧ね、スライダーファーストゴロ、ここ1打点取られるんだけども、最後ね伊藤からねカーブ三振というところで、まあ、変化球もねいい形で制球できてたかなと。でヤクルトはね初回塩見バーッとしたポロンチョ丁寧にね、まあその後ねいい形でね走ってきたっていうのもあるし、まあ DeNA はねこの初回1点じゃなくてねもう1点ぐらいこのねミスにつけ込んでいけれたらねこう試合展開ちょっと変わったかなっていうところはありましたけども、まあ今永はねまあ初登板というところで今度の試合ね交流戦になると思いますけど、そこでねチェックしてどういう仕上がりなのかっていうのをね確認したいと思います。あとヤクルトオスのサンタナグッズ、この2人の外国人選手をかなり大きいね、ヤクルトもねうまく機能したら5番オスナで7番サンタナっていうねところがうまく機能しすぎると打線に切れ目なくなってくるんでね、非常に、厄介な存在になってくるのかなっていうところもありましたけども、まあ、ヤクルトもねいい形で交流戦入れるんじゃないでしょうかね、2回目の優勝あるかもしれないっていうところでね。さあで広島対阪神はね、まあ、試合がなかったんで、これでね、総チェック終了ですけども、じゃあ先にベストナインしてから交流戦だね。じゃベストナイン発表です。パ・リーグからピッチャー高橋コーナー西武ロン毛です。キャッチャー西武森短髪です。ファーストロッテレアード炙りトロ大好き短髪です。セカンドロッテ中村勝負強い。サード西武スパンジェンバーグ名前長い噛みやすい。ショートソフトバンク牧原6打数5安打レフトロッテ荻野新人の時足一番速い、こいつより速いやつ見たことない。センター西武若林今盗塁を今めっちゃ足速い人
ライト、ソフトバンク、柳田、ギーッタ、DH、日本、西川、5月23日、DH1 試合あるのでノミネートです。トップ1勝あります。西武、松本、リリーフ経験生きる、グッペッチ、セリーグ、ピッチャー、ヤクルト、大川、ライアン。なぜか車が暴走していきました。キャッチャー、ヤクルト、中村、ツバメ。球団マスコットです。ファースト、巨人、スモーク、サウスカロライナ大学。若干間が見しました。セカンド、巨人、吉川、声の指示、グッド。サード、巨人、岡本、サンホーマー、状態上がるか。ショート、ヤクルト、西浦、奈良県出身。レフト、DeNA、佐野、浜の4番、でも今は3番。センター、中日、大島。対右打率3割4分4厘、勝負どころでの1本をしましょう。ライト、ヤクルト、サンタナ、ドミニカ共和国出身です。特別賞あります。阪神、近本、1軍ではバリバリ打ちます。2軍の調整試合はノーヒットでした。もう一人、広島、ハツキ、頑張れ。さあ、ということでね、明日が交流戦です。どうなってくるのか、試合は阪神、ロッテ、巨人、楽天、ヤクルト、日本ハム、広島、西武、中日、ソフトバンク、 DeNA、 オリックスです。広島はどうなんだろうね、ほんとね。クリも陽性になっちゃったしね、非常に難しい状況。しかも投手ではね、初ということでね。で、森下と高橋光也、濃厚接触者と判定。人いないじゃんね。やんのかな、試合。やってもきついよね。まあ、やったらやったらで頑張るしかないし、逆にこの広島と対戦する西武は、まあ、チャンスっていう言い方したらおかしいけども、それはまあ戦力下がってるからね、まあそこはしっかり頑張って勝ちに行かなきゃいけないんで、だから広島は西武、ロッテとね、6連戦になりますけども、どうなんだろうね。でもこれね、交流戦だから試合しないといけないし、非常にね、厳しい問題ですけども、まあね、残りの選手たちが、あと2軍の選手たちがね、どういう頑張りを見せていくのかっていうところは、まあ非常にね、大事になってきますし、まあロッテ対阪神のね、この甲子園での戦い、ロッテはね、交流戦唯一阪神だけ負け越してるんですよね、過去ね。その中で、この金、ね、火、水、木、あと阪神をね、この、木曜日ね、雨で中止になってから1、2、3、4日試合なくてね、で、まあ5日間試合なく、まあ2軍ではね、調整してましたけど、どういう試合展開になるのかっていうところでね、まあ巨人、楽天、楽天はパ・リーグ1位、巨人2位っていうところね。で、楽天はまだパ・リーグでね、リーグ優勝、交流戦優勝ね、楽天と西武はまだしてないんで、まあここら辺はね、一気に行きたいところですし、まあ DeNA、オリックスね、中日、ソフトバンク。まあ交流戦どうなんだろうね。あとセ・リーグはね、監督とか選手が優勝宣言しないとって言ったところでね、阪神ファンの皆さんが佐藤輝明がね、交流戦優勝しますって宣言したっていうのがちょっと SNS 上で見たんですけども、これね、佐藤じゃダメなのよ。え、なんでやっていうかもわかんないですけど、新人じゃんね、まだ知らないのよ、交流戦を。だから優勝ですって知らないから言えるのよ。だからやっぱりね、今まで戦ったことある人とか言う方がやっぱ価値あるんで、言わないより言う方がいいんだけど、佐藤じゃダメなのよ、やっぱり。こう怖いもの知らずで行くじゃんね、まだ初めてだからね。だからそこら辺はね、どうなんだろうっていうね、まあ今日ぐらいにはね、コメント出てると思うんでね、まあそこら辺を見ていきたいと思います。ということで、皆さん交流戦です。交流戦もね、しっかり全試合チェックしますけども、交流戦ね、どういう展開になるのか、皆さんね、しっかり見ていきましょう。要チェック。